皆さん、こんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年11月17日、朝の10時54分、まず侍ジャパンの皆さん、関係者の皆さんへのメッセージということで、昨日の勝利おめでとうございます。まあ良い出だしだったんじゃないかなと思います。まあ話は伝わっていたと思いますけども、まあ基本的にワールドカップサッカー、の試合を優先していって、まあ多分森下選手が打ったホームランは岡田監督が対応してくれたんじゃないかなと思います。でだと思いますよ。わからないですけどね。サッカーの試合中に岡田監督の声は聞こえてたんですよ。で、その後、まあ、9回に3点、取ってましたけども、まあ、得点してましたけども、何時ぐらいでしょうか。サッカーが終わった時間帯ぐらいですかね。だいたい、昨日の試合アディショナルタイム、3分だったので、20時48分、まあ50分までには終わってたと思います。18時からの試合で 1-0 で9回だったらかなりペースは早かったでしょうから、まあ試合中考えていたのは、サッカーの試合で雨がちょっとパラついてきたので、優しい雨は3得点っていうことを頭の中で描いていたのと、誤りの失点5失点日本代表はなしと、あとはその日の心当たりがあるのは筋トレのセット回数3セット。まあそのどれかだと思いますね。で、5対0は、まあ誤りの失点、5失点はなしで、こちらが5点を取ってる、まあ優しい雨のところから始まって、で、誤りの失点、5失点になったから、その3得点の方が野球の方に行ったというような形だと思いますよ。だそこに筋トレの要素がどれぐらいあったのか、それもあるっちゃあるんですよ、得点。いろんな得点のものが何を達成したらどうかとか、まあ頭の中、サッカーの試合中ずっと送り続けていましたから、まあその時間の間によそのチームの試合とかに頭の中行ってるケースとかもあるんですよ。まあそれは阪神タイガースの試合で、まあ実証されていると思いますけども、まあヴィッセル神戸の試合が同じ日にあるケースですね、同じ時間帯だとか、まあそういうふうなことも、まあ誰かが得点になってくれてたのかもしれないし、ホームページは YKS 県の劇の一番かもしれない、それは今日アップロードした昨日 の, サッカー日本代表の人たちへのメッセージのところで、まあこういうふうに時計見せながら喋っていて、その喋ってるワードも基本的に野球は21時15分ぐらいには終わってるので、まあその辺は読みで喋って、まあ一切、試合終わるまで21時15分終わるまで もちろんその日遊んでないし、ああいうふうにホームページは IKS 国歴の一番に記載している通り、ああいうものを作っていて、実際歩き回ってます。歩き回って撮影して、で、エクスポート動画をつなぎ合わせて、アップロードして、で、他にもいっぱいいろんなことを、記載しています。その合計がもしかしたら得点だったかもしれないし、それはそれでなんとなく数はできそうな気もするじゃないですか。だからまあその辺のところ、いろんなところ、まあ対応しながらという形ですね。まあいろいろ得点の源がなかったらどう考えても無理なんですよ。複数、国際戦なんか同じ日に試合いっぱいあるから。まあ森下選手のホームランは良かったし、9回のその3得点の取り方ですね。得点の得方。まあしっかり繋いでいく野球ですね。
ああいうふうな野球がやっぱり一番手堅いで、守備しっかり、中継ぎ抑えも先発もしっかりと抑えると。まあそういう鉄壁の強さですね。それは日本代表のサッカーでも、野球の方でもそうですし、この間ね、その向川河川を撮影しに行った時に、兵庫県宝塚市に手塚治虫記念館っていうところがあるんですよ。まあ漫画家の手塚治虫先生のその記念館なんですけど、そこの近くの交差点のところで、元阪神タイガースの4番だった檜山さんらしき人がいて、それ何回かそこで見かけてるんですよ。で、こっちに向かって、今話したらややこしいことになるから、まあ何かそういうふうなことを言ってたんですね。昔もそれを言ってたと思うんですよ。まあ、今、ヴィッセル神戸の優勝もかかってるし、とりあえずね、ヴィッセル神戸の優勝が決まったら、まあ、一息つけるというか、後の国際戦は日程結構間、日にち空いてるじゃないですか。だから、自由に、ものが言えたりだとか、笑ってもいい日だったりするわけですね。で、まあ、昨日なんかは、まあ、松山英樹選手がゴルフ、1位だったんですけども、終わった時、初日。まあ、昨日、あれだけああいうふうにずっと作業をしてましたし、遊んでない、笑わない、まあ真面目にずっと頑張ってると。まあそういうふうな部分もあって、松山英樹選手がまず1位になった。そのまでの伏線でね、そのちょっと前の試合は松山英樹選手の順位が下がることによって石川遼選手が上がる。まあその間は僕はね、琵琶湖の撮影に行った時ですね。まあ、石川遼を思い出して、彼を思い出して、まあ、河川を歩いて撮影している時にっていう形ですね。まあ、頭の中は送りながら、あれ、実は河川の撮影してるんですよ。滋賀県の琵琶湖から京都府、大阪あたりまで、まあ、歩いて。まあね、まあ場数を経験して器用にならなかったら、まあこうはできないでしょうね。まあ今日は正直、休みの日にしています。で、まあその前に撮影した、テレ東音楽祭かな、まあ60周年記念の音楽フェスティバル、まあ英語で言うか、まあ外来語で言うか日本語で言うかの違いなんですけども、意味は大体同じなんで、まあいいと思うんですけども、まあその音楽番組に出てる人たちへのメッセージとか、そういうふうなことを言ってる時に、まあそういうふうな話はしてますし、エシロン富岳、人間の音声を拾っているコンピューターという存在がある限り、まあそこでの内容は、ある程度反映されてくると。まあそこでも、まあ、外をね、こういうふうに撮影しながら天気の状況、この音楽を言ったらこうなる、ああなるとか、そういうふうなことをね、説明しながら言ってるんですけども、まあ、そういうふうなことはね、もう何年も前から確認できていて、基本的に僕の方針は夜に雨降らして、まあ、昼間晴れと。だから、昼間太陽光パネルが稼働したら、晴れの方がいいじゃないですか。かといって水が、雨が降らなかったら大変なことなんでしょう。じゃあ夜雨降らせばいいと。まあそういうふうな考え方なんですね。まあ、昨日の晩雨降ってるし、で、ただね、西から東へ雲が流れていく話で、どうしても、その関東とかが、そういう風な日もあれば、そうじゃない日もあると。まあ、ダムの貯水量とか、その辺のニュースもね、現場本当は見に行かなきゃわからないんですよ、本当かどうか。
雨降らすためにああいうふうに水不足だ水不足だって言ってる傾向もあるんで、この間の向こう側の合流河川の天神川を撮影した時に分かりました。今年インターネット記事でもテレビの放送でもニュースで報道で流れてるんですよ。天神川っていう川が河川の工事失敗して土砂が街中に流れ込んでるって見に行きましたけども、そんな形跡どこにもない。それどころか干上がってます。水が流れてない。天神川のちょっと上に歩いたところ、まあ本流は天王寺川っていう、天の王と書いて天王寺川なんですけども、まあそちらのところが、まあその川と天神川を2つに分かれていて、また天神川少し歩いたらまた天神川も2つに分かれてるんですけども、その片一方はまあ温泉の湧き水が流れ込んできてる状態ですね。まあ色見たら分かります。でその右手の方の天神川の上流はもう水がほぼない。もう流れては全くないです。橋の下とかで水が乾燥してないだけで、でそれはね、河川よりも、河川の方が、住宅地より土手が高いんですよ。だから、本当の河川は、住宅地よりも低いでしょう。で、町の中で雨降った時の、下水管というか、雨水が、河川に流れてくるような仕組みで作られているんですよ。だから街中の降った時の雨が河川に流れ込んでくるんです。雨降ったら。でそれが天神川にはないから、だからその降ってきた雨しかそこの中に入らないから、もうこんなところ畑にしちゃいいじゃないかっていうことを最終的に、まあ、JR のね、天神川の上の方のその JR の線路のところまで来た時に僕はまあそう述べてるんですよ。これはねもう多分これこう畑にした方がいいと、まあとりあえず水がね地面の底とかには抜けていかないみたいだから、ここを畑にしたらいいと。基本的にほとんどの分は日当たりもいいしと、だからそこに土入れてと。河川の底に土はあるし、それプラス、まあ、牛舎から出てくる、まあ、その糞とかですね、ああいったものを、そこに投入していくと、で、混ぜて、まあ、それがもともと堆肥なんですよね、肥料も。まあ、そういったことを述べてるんですけど、まあ、話だいぶそれましたけども、その檜山さん、その檜山さんどうしよう、本当あの時声かけたら、阪神タイガースからお金入ってきたりとか、裁判所通すよりも、会社がお金払ったらいいだけの話で、訴訟費用とかいちいちかからないし、だからもう。ただね、コンピューターの稼働の仕方として、裁判所で、まあ、決定したい部分っていうのはあるといえばあるんですよ。それはそのスポーツの担当の公認者誰か変わってほしいとか、そういう部分ですね。エネルギーの残存量問題とか、河川水門開閉式ダム発電とか、かまど発電とか、孫発電本格的に取り組んだら、多分僕日本中の河川多分飛び回ってるんじゃないかなと思うんですよ。ある程度近隣のところは重要なところ、まあ、兵庫県とその淀川水系ぐらいですけども、まあ、淀川水系もね、高山ダムの、京都府の高山ダムの方は、ちょっと撮影行くん、かなり困難ですね、距離的にも。まあ、兵庫県でも西の方、加古川よりもさらに西の方の市川とか、その西の方にある揖保川とかもそうですし、加古川も上流の方から撮影しようと思ったら、もう途中でどっか宿に泊まらなかったら、これ無理でしょうっていうようなレベルの話になってきますし。まあまあまあ、サムライジャパンの皆さん、まあ、初戦、しっかりと勝てて、よかったと、思います。まあ、あ、今日も試合あるんですね。あ、今日休日日って言っちゃいましたね。どうしたらいいかな。テレビで今日は試合あったかな。もう
今日ゲームをしてますからね、多分1点取られるでしょうね、今までのパターンで言うと。ただしこれ日中友好関係とか考えて、あの中国からのお金の支払いがまだないんだったら、もう僕、後からお金を支払われたとしても、それだけ僕の人生とか計画他は遅れてるから、なんで起こされたりするのとか、なんで日本が点取られるのって逆でしょっていうのが普通だと思うんですよ、ルール法律で。まあ今頭の中はだいぶ取られてるんですけども、まあ、それが今どこへ行ってるかですね。日本代表の方へ行ってるのか、松山英樹選手なのか、ゴルフもね、まだ予選の段階ですから、何時スタートかこれ調べてみね、見なかったらわからないですから、あと逐一見なかったら、元々の予定通りの時間で全員スタートできるかって言ったら、多少誤差が出てくるのが普通であって、まあ人間の立てている予定ですからね。今日と明日、18、19でしたっけ？もう一回ちょっと確認しますね。もう僕もこんなにいっぱいあったらね、もう。で、プロ野球界もね、18時からの試合開始と18時30分からの試合の開始があるでしょう。その辺のところでね、正直もうほとんどスケジュールの日程確認しなかったら、まあ分かりづらい部分っていうのはありますよね。どれだったかな。ありますね。17、18と。で、サッカーが21日が、試合があると。まあ、天気予報を見る限り、日曜日が晴れそうなので、日曜日に河川の撮影、行こうかなと思ってます。まあ、笹山駅で降りて、で、笹山川の上流から撮影するのか、そのまま笹山駅から南下して、向こう側を撮影完了するのかっていうところですね。だから青のダムのところまでは上流は撮影できているので、向こう側。だからまあ、現地ついてがバスが、その東の方にね、笹山の上流の方へ行くバス、まあ、結構な距離ありますんで、まあ、そこでバスがうまいこと時間帯があれば、そこから、一旦上流の方行って、そこから歩いて撮影してっていう形で、あとは、向こう側の、その最上流であるところが笹山であるのはまず間違いないんですけども、そこから青のダムのところまで、まあ、撮影して帰ってこようかなと思ってるんですよ。そこでも檜山さん現れます。もう17日ですけどね。まあ試合開始前の時間帯だから、野球には今笑っても影響ありません。これはもう検証済みです。その時間帯ですね。どう考えても。まあ、侍ジャパンの皆さん、まあテレビの放送地上波であれば、今日の試合も、まあ、取り組む形になるかと思います。なかったらなかったで、まあ、対応の仕方はあるんですけども、まあ、それで対応しようかなとは思っています。一応、今週、休みの日を作っておいて、ホームページ、淡井圭介の履歴の一番に記載してるんですけど、まあ、証拠作りですね。労働基準法で詰められないように。まあ以上です。皆さん、本日も、頑張って勝ちに行きましょう。